モコパチフレンドパーク、イエーイ、パチパチ。はい、ということで皆さんこんにちは。そしてお久しぶりです、パチンコ攻略マガジンのポコミです。はい、この番組は私ポコミがいろいろなパチンコパチスライターの方々と仲良くなりたいという願望をコンセプトに、いろいろな信頼を実践していこうという番組です。さらにこの番組ではただ打つだけではなく、ゲストの方と私ポコミがゲストが今欲しいものをかけて実践していくんですが、なんとそのゲストが欲しいものを視聴者の方にもプレゼントしてしまおうというね、とても太っ腹なね番組となっております。実はね、まあ今日2回目なんですけども、前回の第1回目はですね、私まあスロットを打たないんですけれども、スロットを実践機種でしてね、まあマリモ先生をねお呼びしましてね、ちょっと私どうなることやと思ったんですけどもね、結構再生回数いいらしいです。ありがとうございます。いや暑いな、ちょっと汗かいてるんで、ちょっと近寄ってもらうとちょっといろいろと困るんですけど、いろいろと肌とかやばいんですけど、まあ本当ありがとうございます。もうこれからもよろしくお願いいたします。はい、ということでね、早速第2回目のゲストの方をお呼びしたいと思います。こちらです。はい、パチンコマシロ大好きタレントこと神谷玲子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやーかわいい、はじめましてなのでちょっとポコミさんと、そうなんですよね、もう私はじめましての方ばっかりなんで、はい、ありがたいです。緊張するんですけど、いや私もちょっと緊張してます。本当ですか。はい、いやもう仲良くなりましょうよ。あれさっきまでのテンションちょっとどこ急になんかいやなんかちょっとドキドキしちゃって、なんかいい感じに仲良くなれそうだなって私は思ってます。あ、本当ですか。なんでどうしよう、はい、なんて呼びましょうか、ね、あ、なんて呼ぶ、なんでもいいですよ。どうしようかな、なんだろう、なんて呼ばれてます。あ、でも結構なんかいつも神谷さんとかって呼ばれるんですけど、はい、個人的に神谷さんって呼ばれるのが壁を感じて嫌なんですよ。確かに嫌だ。なのでなんか下の名前言ってほしいなと思って。あ呼び捨てですか。呼び捨ていきますか。どうしようかな。レコタン、レコタン、レコタン。そんなこと呼ばれたことないんで、レコタン、レコタンで、レコタン。私何でもいいですよ。ポコ、あ、ポコちゃん、ポコちゃんでもいいですか。ポコちゃんとか、はい、いろいろ呼ばれてるんで、ポコちゃんで呼ばせていただきます。じゃあ仲良くなっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、で、はい、今回の実践機種なんですけれども、はい、CR サムライスピリッツでございます。こうサムライスピリッツ、はい、ゲームのね、はい、あの有名なねサムスピなんですけれども、はい、あ、結構やってました。ゲームとゲームは正直やったことないです。私もです。私スト2とか。あ、そうですよね、同じような感じなんですけど、ね、やっぱね、そっちはこうガチャガチャやってたんですけど、はい、やったことないんでちょっと今回楽しみにしているんですが、はい、今回はね、私あのパチンコライターなんで、あ、任せてください。心強いです。絶対やるんで。じゃあ何でも聞いてください。聞いちゃいますね。ちょっと私分かんないとこたくさんあるんで。あ、マジですか。はい、もう全然何でも OK です。頼りにしちゃいます。はい、ということでね、ゲストの、ね、方にね毎回ですね、はい、今欲しいものを伺ってるんですけども、おレコタンの、はい、今回欲しいものは何でしょうか。はい、私の欲しいものはですね、はい、ダダン、あっ、こちらになっております。うわ、いいな。よくないですか。防水ポータブル DVD プレイヤー。これお風呂で見れるやつや。そう、そうなんですよ。ポコミさん映ってますよ。ほらこれ映ってますね。すごい。気が利くな。気が利くな。さすがだな、スタッフさん。なんでこれが今欲しいんですか。そうですね、まあ、防水ということで、はい、お風呂で。それ一番ですよね。そう、お風呂なんですよ。結構女子って長風呂じゃないですか。そう、私長風呂があんまり得意じゃなくて。そうなんですか。でも音楽とかなんか DVD とか見れたら長風呂できるんじゃないかなと思い、これをお願いしました。ただね、これがね簡単にねゲットできないんですよ。そうなんですか。こうやってねゲームクリアすればもらえるんですけども、はい、それがねこちらなんですよ。何、ね、ゲームですね。はいはい、クリアして今隠れちゃってるんですけれどもね。はい、まあこれは一応、まあ一応マイナスの場合とか、あーなるほど、1万発だったらこれとかゲームの難易度が、はい、ま、出せば出すほど簡単に多分なるんじゃないかなと思うんですけど。なるほど、じゃあもう出せば、そうです、とりあえず
ゲームクリアできるんじゃないかと。ゲットしやすくなりやすい仕様になっておりますね。じゃあ目標は出すしかないってことですね。とりあえずは2人力を合わせて。今回ですね、爆発力のあるね、はい、スペックなので、まあ、全然3万発とかいけると思う。いっちゃいますか。めっちゃ頑張れば。頑張ればいけるか。 でも、まあ、ここら辺とかね狙っていきたいですね。頑張っていきたいと思います、はいね、そうだそうだそうだ、忘れちゃいけない、ね、友情の証のね、はい、ガサゴスこれね、バッチこのね、前回マリモさんが 2,3 回ぐらいガチでね、はい、どっかにぶっ飛ばしちゃったみたいな。なんでこれね、本当に大事なんで、はい、私たちの友情の証として、はい、あー、ハチさんがハチさんが、はい、友情の証として、そしてどっかにこう、よく見えるところに、目指すところにつけてもらえたら、まあ、じゃあどうしようかな、実践スタートしたいんですけども、なんか、はい、ポーズってスタッフさんから催促されてるんですけど、何にもないんですよ。あ、ないんですか。ないんで、どうしようかな、どうしようかな、なんかありますなんだろう、前はなんか早くしないともう、汗大変です。ちょっと汗大変なんで、もう行きましょうか。何行きますか。いや、もうこれでいいです。これでいいですか。OK、OK、OK、はい、じゃあ、実践スタートいくぞそれ汗めっちゃかいてる。暑いはい、ということでね、はい、汗をね、拭き取ってちゃんと化粧直ししまして、はい、準備が整ったのでね、はい、涼しいホールで実践をしたいと思います。はい、はい、ここちゃんお願いします。あ、頑張ります。教えてください。出すぞ。おー、はい、一応このね、サムライスピリッツのスペックなんですけれども、はい、これマックスタイプでお渡り確率が約387分の1、はい、で、核変突入率、まあ、サムスピラッシュっていうんですけど、核変が、はい、突入率が 81% と高くなって、おー、81%、はい、で、このサムスピラッシュ核変中の最大の魅力が、はい、オール15ラウンドなんですよ。おー、全部15ラウンドなんですか。全部15ラウンドで、はい、約1400発の出玉を得られて、うん、さらにラウンドバトルなので、バトルタイプなんですけど、はいはい、ラウンドバトルなので最後に通常引いていようが15ラウンドの出玉をゲットして終われるという。あ、それはありがたいですね。そうなんですよ。しかも、はいはい、最低でも時短に落ちてしまっても、はい、50回最低つくんですか。そうなんですか。結構最近の機種って時短少ないんですよ。そうですよね。なんですけど最低50回ついて、はいはい、あとは75、あと100回つく場合もあるんですよ。おー、なので時短引き戻しも込みを入れると、まあ、大体約 85% 継続するんですよ。右に入っちゃうと、はい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 、抱えに入っちゃうとね、っていうかなり爆発力のね高いガイドになっております。行きます。なんですごいんですよこれ。結構ねいかついっすね。一回とりあえずもうラッシュに入れちゃったら、入れちゃったらもう今日はもう今日は仕事したなと。そうです、テレビゲットですよ。あと通常時のポイントとしては、はい、疑似連が3回待ちですね。3回待ち、通常時はもう疑似連3回待ちと、はい、あと下にメーターが怒りメーターってあると思うんですけど、はいはい、それが溜まることが重要ですね。あ、なるほど。ちなみにレコタン、はい、一応このサムライスピリッツ、はいはい、当たりに絡めやすい6大エースというのがあるんですけど、はいはい、まあそれ1個だけでも出せたらね、かなり仕事できるものだと思います。あー、そうですか。まあでも6個あればもう、6個あればもう1個ぐらいあげるでしょうね。ねえ、こんなもん簡単ですわ。もう前半で出しちゃいますよ。前半でもう少しで多分出ちゃう。6大エースってどんなのがあるんですか。あ、ですね、一応出たらその時に教えてくれてるんですか。はい、よく思ってるんですけど。わかりました。一
応小冊子だとそんな感じ。今見とくだけ。あ、ありがとう。あれ？あれ？疑似なんですか？これ疑似さんですか？いや、疑似2だったと思う。あ、リーチになっちゃった。お、ギリさん、チャンス？チャンス？あ、やばい。ギリス、もう少しで怒り見えたもん。たまりますね。あ、まだいっぱい。これ何？これ大チャンス。しかもたまる、あ、たまってないか。いやいや、これ大チャンスですよ、これ。よし。あれれれ、いいじゃないですか。おやおやおや。来ちゃうかな。今ボタンいっぱいあったのはチャンスなんです。これはもう大チャンスですね。あ、挑戦者あり。ここからはですね、展開値バトルリーチ。なんでこれは選べるの？誰でも選んで。あ、じゃあこの強そうな男の人、ナオマル、ナオマルします。対戦相手は服部半蔵。なんかな、このリーチもね、結構チャンスですよ。チャンスですか？どうかな。もちろん対戦相手であれなんですよね。そうだと思いますね。あー、かわいい。クロコギミックですね。さあ、多分相手のゲージがゼロになるのは、わー、負けてますね。ちょっと弱いぞ。これ14連打まで行くと連打当たりです。14連打で当たりです。頑張れー。レフトいけー。あれーダメ。そこまで、そこまで。はっきり言ってくれるね。時間くれ。あーはっきり言うな。いろいろと厳しいな。おしまい。ダメ。あの最強リーチとかじゃなかったんで。あ、でもいいですよ、ちょっと反応してるんで。ちょっとね、あの近いですね、うん、そうですね、うん、なんか私結構お仕事で、はい、あのあら、はい、あ、ちょっとチャンスですか。ちょっとチャンス。お仕事で、お仕事で、はい、あの男性の方と絡むことが多いので、やっぱスロットのお仕事とかするので、はい、なんか女性の方とこうやって一緒に、はい、パチンコとかするとなんかプライベート感が出ちゃいますね。いや、楽しいですよね。いや、本当に楽しい。なかなか女性と一緒にパチンコ行かないので。私も行かないです。てか、私一人で行くんですよ。あ、やっぱり行きます。いつも一人です。全然結構行きますか、あのプライベートの日は。私お休みの日はもうパチンコしてるか寝てるかです。あー、でもやっぱそうなりますよね。基本そういう言っちゃうとダメ人間みたいな感じ。わかります。ちょっと隠したい気持ちもあるんですけど。基本まあでもダメ人間ですけどね。パチンコしてるか寝てるか、まあ、確かに自分で言う分にはダメ人間大丈夫。あ、なんかもうやっぱり周りにパチンコする子はまあそこそこ女の子はいるんですけど、はい、あのなんだろう、結構ガチじゃない子が多くて。あ、はいはい。で、なんですかね、ちょっと遊びが入ってやってるというか。あ、で、私ちょっともう、あ、やばい、今話してるうちに中地内ラセツ止まったんで、これ小当たりか潜伏家庭なんですよ、手玉なしの。まあ、あのこれ一応モードで分かるので、はいはい、どっちだろう、この挫折モード突入するんですけど、これ抜けたら小当たりです。あ、抜けちゃったら小当たり。なので、じゃあ抜けなかったら、抜けなかったら潜伏ってことですか。潜伏で。あ、そうなんですね。分かりやすい。結構分かりやすいんで、この今ここメーターが左にあるんですけど、それが溜まると新羅刹モードっていうモードに移行して、はい、はい、そこに入った後も潜伏が濃厚になります。おお、分かりやすい。はい、分かりました。入ってるといいですね、せっかく入ったから。そうなんですけど、上のデータは特にクリアされてないという。
ということは抜けました。あ、抜けちゃいました。あれ、小当たりです。残念。じゃあ小当たり確率ね、249分の1。あ、はい、なんですけど、それを引いたんですか。引いちゃった。なんか小当たりってなんかすごい引けませんか。うん、なんでこんな引いちゃうんだろうな。これなんだろう。これナレーション予告かな。私も同じのことで。あ、そうですね。なんだこれ。あー、弱い星2つでした。ですね。本当に安藤。でも赤いっすね。一緒だ。同じネジぐらい。あ、私イカルメーターマックスになったんで。すごい。これマックスになると後半発展がどうなります。私のは全然たまってない。ちょっとリーチしたらカットイン赤まで。あ、赤。あ、すごいすごい。あ、でも、で、やっと、あ、潜伏ここ当たり。私も。まだ行くんですね。どっちかな。あこちゃんがまだ行く。で、私は後半待ってしまう。当たりが。この何回演算するか、14まで行って赤か。そこが金だとね、もう熱いんですけど。お願い、お願い、あれダメ、ダメだった。まあでも激アツではね、なかったんでね、対して。あー、早く当てたいよ。赤い、赤侍、赤侍、これ熱いですよ。赤侍、熱いです。これあるんじゃないかな。やあるのでは。敵がヒットすると20連。お、20連。ちょっと期待できるんじゃないですか。あ、ヒットした、ヒットした。ちょっと6大エース出るかもしれない。これ自決、自決、これ6大エースの一つ自決出ました。おお、いや、あるある、これある、それはある、これはね、モロタンじゃないですか。光もたまってるし、でも後半発展のコースね。シャルロットはちょっと弱いんですけど、まあ弱いって言ってもパオーマーの次なんですけど、まあ、2番目にキャラクターの中では期待できる。まあ大丈夫です、役物落ちるはずですね。いけー、頼む。お、そう、そう、お、一戦って出ます。ご飯です。味が白い。ドキドキする、ドキドキする。当たって、お見事だ。取れない、ボタンね。数字に注目、14まで行けば熱い。全然行かないよ。ああ、どうかな。でも予告は熱いの出ましたよ。行こう、行こう、行けー。うわー、行けー。うそー、あー、あー、うわー、うそでしょー。へー、外れた。赤保留だったのに。ちょっとリーチがそんなに強くなかったのと、最後の数字です。7で終わったんですよ。14まで行くのが結構重要です。
あーじゃあ全然ちょっとその辺が弱かったですね。そこはちょい弱かったんだね。あれかな。小当たりかー、なんで小当たりこんな引けんだろうが。中掘りも外れちゃったし。何を出せばいいんだ。おっ、当たりも止まってる。マックスになってます。あれ、キー、キークロスがキーが熱い、熱い。もうちょっと絡んで欲しかったけど。そうか、でも金が出たんだね。ナーマル。あー。今の金ですよね。金です、金。あー、でも金。ちょっと。あ、赤セロップ。セロップ。あ、ハートもあった。ちゃんと。すげー、これは重たいよ。これ展開次第では。あるのでは。まあまあまあ、そう。そこから。いいの出しますね。いいの出る。頼んだよ。あのもう近場で済ませるタイプですか、それともちゃんとあのちょっと遠めのいいお店行ったりとか。あ、本当に暑い時だと思われる日は遠出したりとかもありますね。一人でも。全然、私いつも一人ですもん。すごい。ただ1時間以内だったら、あの片道。すごいな、それは。結構最近そんな、でも そんなにはやっぱあんまりは、そこまで遠いところは最近行かなくなっちゃったんですけど。猫たんは？私もう本当に自分のそのいつも行くところしかもうほとんど行かなくて、もうすっぴんで。私も、やっぱそうだよね。なんか逆に化粧して私行きたくないんですよ。ああ、わかります。なんか格好とかも本当に絶対ロケとかでは着ないような服、パチンコ用の服があって。あ、すごい、わかります。あ、似てる、もしかして。もうパチンコ用の、そうそうそう、なんかね。あら、同じ匂いする、ちょっと嬉しいな。予測できちゃうような、あんまり暑くないだろうなっていう時はめんどくさいで押さないんですよ。あ、そういうことなんだ。大事な時とかは絶対押します。あれ、赤ホールになった。あ、いけいけ。もうこういう暑いのだったらもう完全に押しますけどね。ど
どういう時であろうとボタンは絶対押します。さすがに熱いこう予告とか出たら頑張って当ててよし、いずれかな。おあ、怒りがね、止まった方がチャンスです。もうメーターが止まりましたよ。ちなみに下地4まで行くと全回転いけたいですよ。あと金金金金金金金おい、どうなの回転も虫も赤かったけど、頑張れ。6段エースの2つダブルチャンスって言って、これ2つのリーチが同時に展開するんですよ。あ、やばい、キンだ、キン、あ、本当だ、頑張れ頑張れ。これもしトロッピだったらもっと熱いんですけど、これ矢印っていうか、こうキーで押した方のリーチが主に展開されるっていう。で、怒りメーターたまってたんで後半発展期待できそう。これね、結構熱いと思いますよ。後半の反応ですね。ドキドキする。あ、赤ボタン、あ、本当だ、もっともっとだ。さあ、よし、金金、あー、まあ赤なんですけど、僕が金だったらもっと熱いです。お願い、いけ。っていうか、最初からこう、1がこうなってたけど、お見事っていうか、1がこうなってた。ちょっと、勘違いしてたんじゃないか。ってか、ちょっとちょっとドキドキしたじゃん。もう持ってないな、私。ちょっといつでも覚えてますか。早いな、しかし回ってますね。あ、緑ファリアになった。どうかな。大自然に圧勝です。タコルボタンを押して、そこを越えて、ボタンを押して切れ。赤ボタンだった。いいね、赤ボタンだった。いいぞいいぞ。祖国フランスのためにシャンロット、ボタンを押して切れ。シャルロットがほとんどです。シャルロット。やっぱりハオマルじゃないとなんか厳しい印象が。めっちゃ弾かれる。もなく、これね、当たるまでテンション上がんないね。ちょっと熱いの見ないと上がんないよ。いいの、やばいよ、こちら似た感じの。もうここまで来たか、すごいね。まさかとは思ってたけど、大丈夫ですか、番組的に。危険かな。
熱い開幕演出これ激アツ6大演出これめっちゃ熱い熱い熱い当たってほしいねお願いいいよいいよいいよこれダブルも6大演出あ本当だダブルチャンスこれねここのキーで好きな方向を拡大して見れるんですよねテロップのチャンスアップもありますね、反動の方はお願い頑張れトリプルチャンスだともっと熱いですね反動の後半かなあたってあ、イカリベーダーたまんなくても行くんですねあ、ほんとだね金の14でお願いします黄色うぅー、なんかでも大丈夫金色だと激アツなんですけどねお願いいやいや、ちょっとやちょっとさらっとしすぎですよ、ちょっと待ってえ、待ってリアクションだもんもう悲しすぎてもうやばいもうやだ、そんなの見たくないもう勘弁してお願い勘弁して勘弁してください、お願いしますこれも大チャンスで今チャンスいいんじゃないのどうなの緑かぁ影に生きる忍びの弱いなぁやぁなになにこれエース6大エースのうちの1つですおいいんじゃないの逆さエースだったかな名前これねいいですよこれよりいい予告に変えてくれるんですよ巻き戻してこれはいいんじゃないのあっ高くなったお願いいけへへいくぞーああまたいっぱいあれはねあしかも大きいこれは熱いでしょ来たんじゃないこれさっきこれはいいんじゃない？出来やすい。あ、一斉ってことは、これ役も多分落ちてくると思いますよ。来るんじゃないかな。どうなんだろう。あ、ダブル来ましたよ。ダブルジャンプ。おお、頑張ってほしい。ああ、あ、こっちもだけど。あれ来たでしょ。行くでしょ。暑いですからよしよしよし発展これはね暑いですよ頑張ろう あとは最後のボタンで美しき剣舞をコストによ14連山の金それだったらもう大丈夫でしょう頑張って赤ボタンでしたよもっともっとだよしよしよし金あーもらったでしょこれこれが熱いでしょ追いボタンでしょさあああイエーイイエーイすごいいや、あ、いい風吹いてるやったやっと見れたありがとうここからですよ、問題はこのサービスピラッシュ突入すると、うん、出玉なしなんですけど、直接ラッシュに入りますで、後ろボーナスだと12ラウンド通常か特編
なのでサブスプラッシュが一番嬉しい。まあ割合はね少ないんですよ、サムスプラッシュに入る割合は少ないんで、まあ王道パターンもこれですよ。後ろボーナスに行くのが一番多いパターンですね。これは12ラウンド通常が各編、まだわからない、まだわからないんですけど、ただ1100発ぐらいの手玉もらえます。わーでもよかったね、よかった、嬉しいね、めっちゃ嬉しい、ありがとう、よかった。やったぜ、何度でも退治してやろうさ。私を呼ぶのは誰か、このこの大当たり終了後に入る右流点って言ってるんですけど、このタイマーゾーン準備中っていうのがこの後起こるんですけど、ここで電卓保留を4つ貯めれます。なるほど、はい、なんか一応電卓を1回っていうことになってて、その1回転で4つこう電卓保留を貯めれるっていう、なるほどなるほど、でタイマーゾーンに移動して、これが連鎖保留を召喚するゾーンになって、ここで当たるとその核兵のサブスプラッシュに入る可能性がもう大幅アップ、連鎖保留なんで、なるほど、連打で封印せよ、おいお願いだよ、ここで当たるとね、ここで当たるほど嬉しいものないから。じゃあ前座部中のズガラドライは全部15ラウンドなんで、はい、あ、ちなみに終わりました。もう大丈夫、これ核変だから、そうだね、大丈夫、そうだそうだ、大丈夫大丈夫、ここで大当たりすれば、ね、天下一バトルボーナスって書いてるんですけど、その天下一バトルボーナスが連鎖墓中のズガラゾロイで大当たりすると、この天下一バトルボーナスってなる、ここのボーナスバトルボーナスなんで、そのバトルで勝利すると格ゲーに入るっていう形ですね。勝つと格ゲー、そうです、突入率 81% なので、まあ当たればもうで8割以上確定という。まあでもね、まあ難しい。まあでもこのね、まあ一応5回転回せるんですけど、でもまだ潜ってることか。まだわかんないですよ。これも真ん中に羅刹図柄が止まるモード移行と同じ羅刹モードに必ず移行して。もし内部的に核変であれば羅刹モードは抜けないので、なのでね、抜けるまではやめないようにしてください。はい、ということでね、はい、はい、これトークコーナーなんですけどもね、うん、リコタンのねプライベートの話を聞いちゃおうと思います。聞いちゃいますか、お願いします。はい、はい、ということでいきなりなんですけど、はい、レコタンの好きな男性のタイプとかってちょっと聞きたいなと思って。好きな男性のタイプ、うん、それは見た目ですか、その中身、いやどっちでも見た目から入るタイプですか。でもやっぱ第一印象は大事ですよね。あ、なるほどなるほど、うんうん、やっぱ中身は喋ったりしていかないと知らないじゃないですか、はい、見た目はどっちかというと爽やかな人が好きなんですよ。ワイルドじゃなくて、ワイルドじゃなくて爽やか系、なるほど、おーそうですね、そうそうなんですよ。それで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 中身はやっぱりね、今まではちょっと冷たい人の方が好きだったんですよ。おなんで、なんか自分が追いたくて、あー追いかけるタイプなんですか。そう、追いかけたかったから、ちょっと冷たくされるとグッと燃えるんですよ。おー、あれ全然めげないんですか。そう、めげなかったんですけど、でも大人になるにつれてなんか愛されたい願望が
いや、女は愛されてなんぼですよ。そう、それをね、いろいろ言われ、あ、やっぱそうなんだなと。確かに今まで失敗しかしてきてないから、あ、そうなんですか。そのね、そのやり方で、だからそうなんだなっていうので、たくさん愛してくれる人、あ、でもそれはいいかなと。うん、やっぱ好き、好き、好き、好き言われたいです。あ、今は、うん、じゃあ逆に今冷たいくされたら、もう、うん、あ、じゃあもう嫌だなって思っちゃいます。ちょっとなんか、あ、めんどくさいなって思っちゃう。あー、わかります、うん、私もずっとそうです。あ、でも好き好き言われてる方が昔からいいタイプですか？はい、あ、自分で追うのも別にいいんですけど、うん、なんか、まあ私のことどうでもいいから、聞きたい聞きたい聞きたい、なんか、やっぱりこう一途に思ってくれる人が好きなんですよ。ああ、なんでこう一途にこうグイグイ来られると、全然タイプじゃなくてもグイグイ来られると私結構揺らいじゃったりするんですよ。らしいですね。っていうのはあります。まあまあ私のことは置いといて、じゃあ逆にじゃあ嫌いなタイプってのあります？嫌いなタイプ、私すごい面倒くさいのかもしれないですけど、愛されたいって言うんですけど、しつこい人は嫌なんですよ。あ、何？あ、逆にややこしい。難しいけど、その加減が難しいんですけど、本当に、あ、なんか変に、じゃあもう好き好きって言われすぎるのも、うんうん、ちょっと引いちゃう感じですか？そうなんですよね。好き好き、なんか、好きなことを前面に出さずに、こう優しくちゃんとフォローして攻めてきてくれる人はいいんですけど、こうただ好き好きっていうのすいません、すげえ面倒くさい女みたいな。面倒くさいってないんですけど、ね、こう難しいですよね、多分。もうすごい恋愛マスターな男じゃないとできない感じしますよね。だからちょっと、あの、やっぱ遊んでる男ってモテるっていうじゃないですか。はい。なんかあれはその通りですね。やっぱちょっと恋愛に慣れてる人の方が、やっぱ惹かれますよね。あ、なるほど。え、ベタな感じどうですか？いや、ダメじゃないと思うんですけど、こう、なんか慣れない感じどうですか？こう、なんか恋愛にそんな慣れてないんだけど、うん、なんか、もう好きだけど、どう表現していいかわからないみたいな、なんかもう純粋な感じで、純粋な感じダメですか？あ、でも全然 OK。 今は、あの、さっきの話は本当に若い時の感じで、今は全然ちょっとそういう風に来てほしいなと思ってる。やっぱ大人になるとそういう人いないですもんね。そういう人どこにまあ、あの、男性陣しかいないんでね。男性陣の意見もね、そう、まあ、売れちゃってますよね。ですよね。はぁ、そうです。でもなんかちょっと、なんだろう、男の色気とかちょっと感じるときとしません？あ、いいですね、男の色気。なんですかね、こう、ちょっとやっぱ恋愛に慣れてるの嫌なんですけど、なんかこう、男熟してて、ちょっとまあ恋愛もそこそこ慣れてる、あの色気みたいなのは結構余裕がやっぱある感じが見えると、あんまその全然がっついてこなかったりとかすると、こう、全然その俺はそんなことしなくてもっていうそのスタンスを見ると、まあちょっとかっこいい。あ、ムカつきませんか？逆に言うと、来ちゃう、グッと来ちゃう、ちょっとそう来るかって。あ、じゃあモテる人の方がちょっと気になっちゃう。そうですね。なるほど。モテる方が気になっちゃうっていうのもなんか変なんですけど。いやいやいや、変じゃないと思う。なんかブレてる。え？ああ。めっちゃブレてる。まあでもなんとなくでも分かります。本当ですか？うん。でも本当に、あの、一つ言っていいですか？はい。あの、恋愛を結構だいぶ長い期間してなくて、はい、なんか分かんなくなってきたんですよ、ちょっと。分かんないというと？タイプとか、あ、どういう人が好きなんだろうみたいなのが分からない。分かんない。多分もう出会ってないんですか？何年ぐらいとか聞いちゃってんですか？言ってもいいんですけど、本当に光そうで怖いですね、多分。いいんですか？いや、全然、ルクタンが良ければ。6年 ?7 年ぐらい。あんま好きと好きになってないんですか？あの、一度だけその、ね？一度だけ。大丈夫です。いや、言えるところで大丈夫です。すいません。まあ、あんまり無理しなくて大丈夫です。最近好きになったんですけど、全然実らず。終わって、そこからもう一人身なので、全然。あ、じゃあ、あんまり人のことを好きにならないんですか？そうなんですよ。あんまり人を好きにならなくて、よくいるじゃないですか、途切れない人みたいな。あ、いますね。でも、ああいう人も絶対幸せになれると思うんですよ。そうなんですかね。で、どう思います？どう？途切れない女ってどう思います？
だから依存症なんでしょうね。あ、そう、依存症、寂しがりやというか、私はそういうの幸せなのかな、ちょっと一番見えないかなと思うんですけど、なんかどういう理由で選んでるのか分かんないじゃないですか。寂しいからとか、自分のための理由でもしかしたら選んでるかもしれないし、まあ、それこそ依存症なのかもしれないし、ちょっとこの話途切れないですよね。ずっとしちゃいますよね。こう女子が集まるとこういう話をして、ずっとこういうところでずっと喋ってるんですよ。繰り返し繰り返し、ずっとこう分かるとか言いたいとかして、そうなんだよとかっていうので盛り上がっちゃうんですよ、女子ってね。ほんと間違いないですね。途切れないんですけどね。まあどうしましょう。まだ出しても大丈夫です。誰だか喋って、あ、いいですか。視聴者プレゼント、抽選で5名様に出演者のサイン入りオリジナル缶バッジをプレゼント。必要事項をご明記の上、ポコパチアットジャンバリドット TV までメールでご応募ください。甘くたー、あ、当たった、あー、あー、あー、やったー、嬉しい、やったー、当たったよー。やりました、10連チャン目、9連チャン目か、やったー、すごいな、すごいね。こんにちは、ポコミです。こんにちは、パーラーニュー銀行法部のトリッキー舞です。トリッキー、はい、鳥に似てると言われたのでトリッキーにしました。似てないけど、まあいいわ。はい、おすすめだよ、はい、教えてください。はい、最新自社機種の CR サムライスピリッツ23台と CRAKB48 バラの儀式と CR ガロ金色になれも絶賛稼働中です。皆さんぜひ来てください。来てください。パーラー乳銀の姉妹店、パチンコ専門店のパーラー EX でも乳銀最新機種 CR サムライスピリッツを筆頭にパチンコ全288台が連日絶賛稼働中。もちろんパーラー EX も全台パーソナルシステムを完備しておりますので、スマートにパチンコを楽しんでいただけます。さらに両店ともに地域貢献の一環として店舗周辺のゴミ拾いを定期的に実施中。皆様のご来店、スタッフ一同心よりお待ちしております。乳銀インフォメーション、乳銀グループ公式アプリ絶賛配信中。乳銀新機種情報満載の乳銀公式ウェブサイト、モバイルサイトやパチンコパチスロ最新機種アプリ、さらには携帯連動サービスモバラッチョなど乳銀グループ情報が盛りだくさん。ダウンロードは一切無料。今すぐダウンロードしよう。